天下り正幸だぜ。さあ今日もデュエルをしていくぜ。ランクマッチに潜っていくぜ。さあ今日はどんなデュエリストと戦えるのか楽しみだぜ。日本のデュエリスト、ジョジョか、集英社の先輩だな。さあ楽しいデュエルをしようぜ。これが俺のデュエル。何デュエル、俺のターン、ターンを終了。何何もしないだと。行くぜ、俺のターン、ドロー。よし、マジックカード、レッドアイズフュージョンを発動。デッキのモンスターを素材にレッドアイズ融合モンスターを融合召喚するぜ。バトル、レッドアイズスラッシュドラゴンでダイレクトアタック。墓地の戦士力モンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備し、攻撃力を200アップ。これでお前のライフは空前の灯火だな。俺はこれでターンエンド。俺はまだ死ない。俺のターン。俺のフィールドには攻撃力3000のモンスター。何？一体何を考えているんだ。俺のターン。エクセットロー。よし。何？俺が強さだけを求めてデュエルしてきたもの。そうなのか。なかなか強さだけを求めると大変ということが分かったぜ。やはりデュエリスト、己の魂をかけてデュエルをしなければいけないということだ。よし、もう一度だ。アメリカのデュエリスト、さあデュエルだ。何？フィールドが闇に包まれただと。最高の戦術で挑んできた。デュエル！俺のターンだ。さあ、一体どんなデッキを使ってくるんだ。カードをセット、カードをセット、ターンエンド。俺のターンだ。モンスターを召喚してこない。よし、ドロー。引くぜ。いいカードを引いた。俺は手札からマジックカード、レッドアイズインサイトを発動。デッキからレッドアイズモンスター1体を墓地に送る。そしてレッドアイズマジックトラップカード1枚をデッキから手札に加えるぞ。何？レッドアイズカード。継続トラップ発動。しかしこのカードはフィールドにレッドアイズモンスターがいないと効果を発動しない。俺はレッドアイズスピリットをデッキから手札に加えるぞ。俺はカードを1枚捨てる。そしてマジックカード、レッドアイズフュージョンを発動。デッキのネオスとレッドアイズを融合召喚。現れよ、レッドアイズスラッシュドラゴン。よし、バトル。レッドアイズスラッシュドラゴンでダイレクトアタック。その瞬間、スラッシュドラゴンの効果発動。墓地の戦士力モンスター1体を装備し、攻撃力を200ポイントアップするぜ。よし、これでダイレクトアタックが成功した。俺はこれでターンエンド。俺は決して負けるわけにはいかない。俺のターン、手札から魔法発動。なるほど、やはりレッドアイズフュージョン。しかしそれでレッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚したとしても相打ちだぞ。手札から魔法発動。レッドアイズスラッシュドラゴン、このターン、レッドアイズフュージョンの効果で、やつはモンスターを召喚、特殊召喚できない。モンスターに攻撃だ。モンスター効果発動。墓地の戦士力モンスターを装備する。これでモンスターが相打ち。しかし、俺はレッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。装備していた戦士力モンスター2体を特殊召喚でき、さらに手札のレッドアイズトレーサードラゴンの効果も発動。破壊されたレッドアイズを墓地から特殊召喚するぜ。蘇るレッドアイズスラッシュドラゴン。さらにスラッシュドラゴンの効果で墓地からエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚だ。このまま一気に行くぜ。俺のターン、ドロー。
攻撃表示だ。モンスター効果発動。何？リリースしてしまった。今だ。何？リバースカード。リバースカード。継続トラップ発動。墓地から通常モンスターを特殊召喚するのか。モンスターを特殊召喚。俺は手札からレッドアイズインサイトを発動。デッキからレッドアイズモンスター1体を墓地に送り、デッキからレッドアイズ…何？継続トラップ発動。そうか、フィールドにレッドアイズが現れたことで墓地の通常モンスターは特殊召喚できるというわけだ。だが俺は手札からマジックカードレッドアイズフュージョンを発動。デッキのサイレントソードマンレベル5とデッキのレッドアイズブラックドラゴンを融合、2体目のレッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚するぜ。よし、バトル。レッドアイズスラッシュドラゴンで聖杯になんとかのものを攻撃するぜ。さらにレッドアイズスラッシュドラゴンの効果、ボイツのサイレントソードマンの装備だ。よし、俺の勝ちだ。なかなかレッドアイズ同士デュエルを制することができたぞ。さあもう一戦デュエルと開幕。俺たちのデュエルを始めようぜ。デュエル。俺のターン。カードを伏せ、モンスターを伏せ、ターン終了。俺のターン。行くぜ。俺のターン。ドロー。よし、俺は手札からマジックカード、レッドアイズインサイトを発動。デッキからレッドアイズモンスターを墓地に送り、レッドアイズフュージョンをデッキから手札に加える。そして俺はマジックカードレッドアイズフュージョンを発動。デッキのモンスターをさらに融合召喚をする。デッキのエレメンタルヒーローネオスとレッドアイズブラックドラゴンを融合。いくぜ。融合召喚現れよ、レッドアイズスラッシュドラゴン。スラッシュドラゴンで守備モンスターを攻撃。モンスターで攻撃だ。そしてレッドアイスラッシュドラゴンの効果、レッドアイズモンスターの攻撃宣言時墓地の戦士族を装備し攻撃力を200アップ。何？リバースカード、トラップカード発動。トラップカードだと。何？スラッシュドラゴンの裏側守備表示、これでは装備カードが装備できない。俺はこれでターゲット。俺のターン。何？行くぞ。モンスターを攻撃表示で召喚。ラバルデッキか。何？シンクロ召喚か。こいつだ。モンスターをシンクロ召喚。攻撃力2500のモンスターが、モンスター効果発動。さらに攻撃力アップ、モンスター攻撃力3300だ。モンスター効果発動。何？モンスター効果。なんだと。なんだこのデッキは。モンスター効果発動。一体何が起きているんだ。モンスター効果発動。何？破壊されただと。行くぞ、バトルだ。モンスターでダイレクト。何？おあだから、俺は決して負けるわけにはいかない。ドロー。このカードを信じるぜ。ドロー。よし、俺は手札からレッドアイズインサイトを発動。デッキからレッドアイズを墓地に送り、レッドアイズスピリットをデッキから手札に加えるぞ。さらに俺はカードをセット。そしてマジックカード融合を発動。手札のサイレントソードマンレベル5、レッドアイズブラックドラゴンを融合。
融合召喚レッドアイズスラッシュドラゴン。よし、バトルだ。レッドアイズスラッシュドラゴンでモンスターを攻撃。モンスターに攻撃だ。その瞬間、レッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。墓地のはレオスを装備し、攻撃力は200アップ。これで貴様のモンスターを上回った。撃破。俺はこれでターンエンド。モンスター効果発動。この瞬間、レッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。装備カードを破壊することでモンスターの効果を無効にするぜ。俺は負けない。俺のターン。エクセドロー。俺はこのカードを信じるぜ。ドロー。俺はリバースカードオープン。レッドアイズスピリッツトラップ発動。墓地からレッドアイズスラッシュドラゴンを特殊召喚するぜ。何トラップカード発動。さあ、モンスターを特殊召喚。モンスターを守備表示で壁を作るというわけか。行くぞ。モンスターを特殊召喚。だがその攻撃は読んでいたぞ。俺は手札から、ここだ。レッドアイズトレーサードラゴンを召喚。これでレッドアイズスラッシュドラゴンの攻撃を通すことができる。お前も分かっていたようだな。いいデュエルだったぞ、カイバー。こうやってストリートでデュエルをするのもなかなかありだな。お互いを高め合うことで俺もさらなる高みへ上り詰めることができるぜ。さあ、今日はこの辺りで失礼するぜ。また次の動画で会おうぜ。